もうやめて3、日常生活で知らずにやっちゃってる毛髪へのダメージの原因とその対処法とは、シャンプー剤は何プッシュが適量についてお伝えしていきます。結論からお伝えしていきます。一概に一言で何プッシュが最適です、適量ですとは言えない。成分や泡立ちは製品によって様々なので、その製品によるシャンプー剤が出てきる容器のポンプによってもそれぞれ異なる。その人自身の髪の長さや量の多さや髪質にもよる。以上になります。解説していきます。よくお客様からシャンプー剤は何プッシュ使用するのが正しいんですかっていうねご質問をいただきます。これはね、一概に一言で何プッシュが適量ですとは言いにくいんですよ。言えないんですよね。理由のね、一つ目がシャンプー剤を構成するうちの一番多い配合が、水なんですけど、この水の配合量がどのぐらいであるかっていうのが製品によって違うんですね。主に汚れをしっかり取ったり泡立ちが決まったりする、界面活性剤の種類と、他にも配合されているさまざまな成分の掛け合わせによって泡立ちがその日製品によってさまざまなんですね。理由の2つ目が、そのシャンプー剤が入っている容器のポンプの形状にもよるんですね。おおむね見た目でわかると思うんですけども、小さなポンプだとワンプッシュでちょっとずつ少量しか出てこないし、大きなポンプだとワンプッシュでも多めに出てくるんですね。なのでワンプッシュといっても、一度にどのぐらいの量、何ミリグラムリットルが出てくるっていうのが全然違うんですよ。理由の3つ目が、泡立ちやその泡がどれだけ持続するかっていうのは、その方のヘアスタイルや状態によってかなり違ってくるんですね。これはね、前の動画でもお伝えした予洗いですね。これがしっかりできていれば、正しいベース作りができていればいいんですけども、その予洗いがいまいちだったりあんまりできてないっていう場合は、泡立ち方が同じシャンプーのそのプッシュ数製品でも全然違ってしちゃうんですね。なのでその予洗いがしっかりできているっていうね前提だったとしても、さらに脂漏性という頭皮の皮脂がたくさん分泌されやすいよ、油がたくさんあるんだよっていうね、方の頭皮は油で水分が弾かれてシャンプー剤の泡立ちもどうしても弱くなっちゃうんですよ。あと毛髪の状態、髪の毛が撥水毛という水分を弾き吸収しにくいっていう毛髪の状態もあります。水分量が毛髪髪の毛に少ないので、シャンプー剤の泡立ちも弱くなってしまいがちなんですね。多毛、剛毛、ロングヘアの方はどうしても予洗いをしっかり頑張っても、ベース作りがどうしても水分を、ね、たくさん含ませるっていうのが大変だったり、予洗いが大変だったりするので、少量のシャンプー剤では泡立ちにくいっていうこともありがちなんですね。あとはウルトラハードワックスなどの油分の多い硬い整髪剤が毛髪にたくさん付着している場合も同様に泡立ちにくいことがよくあるんですね。なのでそのような時は、過去動画でもお伝えしたように二度洗いを推奨します。でもこれもね、人によってケースバイケース、もう頭皮の状態にもよるので、必ずしも二度洗いが最強最高ですっていうわけじゃないんですね。人によるのが全てなんですけども、ただ今回のテーマね、何プッシュが適切なのかっていうご質問、これについて、大体の目安をざっくり言えば1から2プッシュが概ねの目安でいいっていいかなとは思います。本当に容器のね形状にもよるから、なんとなくではあるんですけども、しっかり予洗いができて、頭皮髪の毛がしっかり濡れていて、で、容器の形状が、一般的なシャンプーの普通というか、800から1リットルぐらい入ってるぐらいのポンプなのであれば、だいたい1から2プッシュぐらいをおおむねの目安にしていいかなと思います。ほっと繰り返しますけども、製品にもよるし髪質にもよるから、一概には言えないんですけども、大体1から2プッシュを目安としていいと思います。そうだからね、泡立ちにくいからって3プッシュ4プッシュは使いすぎなんですよ。これは
シャンプー剤で泡立たせないと洗えないからたくさん使う、それも分かるんですけども、繰り返しますが、シャンプー剤を使う前の予洗いが大切なんですね。予洗いでしっかり頭皮の汚れや油を流す、頭皮、髪の毛に全体的にしっかり水分量を含ませる、このベースができているのであれば1から2プッシュで、しっかりシャンプーできるはず。これでも泡立たないって思うんだったら3プッシュ4プッシュするんじゃなくて、ここで初めて2度洗いしよう、そうすることによってしっかり頭皮髪の毛のケアができるよっていうステップになってきますね。ぜひやってみてください。まとめいきます。もうやめて3、日常生活で知らずにやっちゃってる毛髪のダメージの原因とその対処法とは、シャンプー剤は何プッシュが適量、一概に一言で何プッシュが適量ですとは言えない、成分や泡立ちは製品によって様々なので、その製品による、その人自身の髪の長さや質や多さや髪質にもよる、以上になります。長く健康的に素敵なヘアスタイルを楽しめますようにでした。